はっきりと言います。僕はこの2日間石丸伸二さんという人物をかなり追いかけました。で、結論から申し上げると、あの人はもうとんでもない人ですね。大津彩香とほぼ一緒ということがよくわかりました。皆さんぜひね、石丸伸二イコール大津彩香と思って考えてもらっても問題ないと思います。っていうのは、まず、まあ、少なくとも2つですね、裁判所が認めた、判決、これもしかも地方裁判所とかじゃなくて、一つは最高裁判所、もう一つは広島高等裁判所ですね。で、まずじゃあ最高裁判所で判決が確定したことについて説明すると、これまさに大津と一緒でですね、選挙ポスターを払っていなくて業者から訴えられたっていう点が完全に合ってるんですよ。で、石丸さんはですね、石丸あえて伸二さんと言いますけども、これはですね、自分のどうも妹さんが働いている印刷会社に、いわゆる安芸高田市の市長選に使うためのポスターを発注した。で、発注して公費、いわゆる市の税金で賄えるのが37万円だったかな、30数万円で、37万円もあるんだからその中で やれよみたいな感じでですね、途中でデザインを変更したりとか、とにかくですね、業者の方は休日出勤などをしてですね、デザインの変更とか対応したので100万円を超える、107万円だったかな、っていう請求が妥当だというところで、石丸伸二さんに107万円払ってくれとお願いしたら、なんでやろお前、なお前高すぎるやんけこら、でも払えへんよ、もう市が払うから市の30万円だけ受け取って納得しろと、まあこういうことを言ったわけですよ。で、それで業者が仕方なく広島地方裁判所に訴えてですね、差額の70万円で払って、約70万円払ってくださいと。で、それに対して石丸さんはもうそんなの払うわけないよっていうことで言った結果負けたんですね。で、さらにそれを広島高等裁判所に負けたから控訴した。で、広島高等裁判所も、いやいやもうそんなのね、あなたがポスターを作ってくれってやって、業者は妥当な請求をしてるだけなんだから、もうそれは100万円払ってください、差額の70万円払ってくださいということを、まあ払えという判決を出したんです。で、一審二審で負けてるんで、これは最高裁判所に上告するっていうのは、これはもう普通の人が分かってると、まあ法律知ってる人は分かるんですが、これは基本的には憲法違反、いわゆる憲法違憲ってやつね、憲法違反のものであるか、もしくは過去に同種の判決が出てないものってなるんですよ。でもシンプルに選挙ポスターのお金の代金の高い安いで最高裁に上告する人って相当悪質、もうすでに事実審が終わっててね、もう普通はそこで納得しなきゃいけないんだけど、最高裁に上告して、当然最高裁はそんなのもう何もせずに、法廷を開かずに棄却して、一昨日から判決が確定していると、まあ、大津彩香もネット選挙から、今選挙という印刷会社から訴えられて、今第二審を行っている。で、大津彩香は、目黒区の選挙でネット選挙に注文しておきながら別の業者を頼んで、こっちの業者は目黒区の、まあ、公費約40万円ぐらい丸々ポスター代払わせているのに、ネット選挙の方が高いって言ってる。これをなんかもう40万50万近く請求されてるのを、もっと安くしろって今ごねてる状態。もう石丸さんと全く一緒、同じ選挙ポスターで同じようなことを主張してる。しかも、大津彩香も一審負けて今二審の途中というところです。で、もう一つの方はもっと悪質です。もう一つの裁判、石丸伸二の裁判、彼は、山根さんという市議会議員から恫喝を受けたと、市長に対していわゆる脅迫のようなものがあったことをネットで公表した。で、それに対して山根さんという議員は、そんなの事実無根じゃないかと、俺そんなことあんた恫喝してないでという裁判を起こしましたと。で、一審の判決も二審の判決もですね、石丸さんが負けて33万円この山根議員に払えという判決が出ましたと。二審はこの間出たところでですね、まあ、詳しくは石丸伸二さんのことは石丸幸人弁護士に聞けということで下に貼っときますが、
都知事選挙8位だった石丸幸人さんの YouTube チャンネルで詳しく解説してくれてるので、あとあのポスターの方は同じく東京都知事選挙に立候補した福永克也弁護士が取り上げてくれてますので、これ両方それぞれの弁護士さんの意見を聞いてもらえばいいと思う、解説を見てもらえばいいんですが、これは本当に悪質でね、おそらく石丸伸二さんは自分の YouTube や自分の Twitter を伸ばすためにありもしないその脅迫があったということを作り出して、僕はこの山根議員から脅迫されたんだって言って世間の同情注目を集めたということです。特にその民事裁判というのは、まあ、49対51で勝てるんですよね。だから山根さんの言ってることと石丸さんの言ってることがどちらが信用できるかみたいなことが計りにかけられてる、天秤にかけられたわけなんですが、要はこういう名誉毀損の場合は名誉毀損した側が真実相当性あるいは真実性を訴えなきゃいけないので、石丸さん当時市長石丸伸二さんがその恫喝されたっていう証拠を出さなきゃいけないんです。でこの証拠を出すときに録画とか録音があればめちゃくちゃ強いですし、周りで誰かが聞いてたとかね。でもじゃあこの証拠は石丸さんからしたら俺が聞いただと思うんです、証人尋問とかでね。ただ、判決文、まあ、判決書を見るとですね、石丸さんの言ってることは到底認められないって判断されてるんです。普通はあの石丸さんが恫喝されたと推認することはできない、推認っていう言葉を使うのね、民事裁判は。でちなみに推認だと民事は勝てるけど刑事は勝てない。あの一藤さんっていう人が、山口さんっていう人になんかレイプされたっていう件に関して刑事ではレイプは有罪にならなかったけど民事では女性が勝ったっていうぐらい、その民事裁判におけるその認定っていうのは推定とか、まあ、いろんな推定無罪なの刑事は。でも民事は推定でも勝てるの。で石丸さんの証明の度合いっていうのはあのテープもなんか録音テープもなかったでしょうし、周りに聞いてた人も当然それがいなかった。ただ石丸さんの主張からしてもそのシチュエーションからは石丸伸二さんの主張は到底認められないって断じられてるんですよ、広島高等裁判所に。おそらく彼は見えないものが見える、聞こえないものが聞こえるような人だと僕はここからはっきり断定します。危ないですよ、2つの裁判でこのように連続で負けていて、しかもそれが一つは最高裁、一つは高等裁判所が終わってるんですね。でこれに対して全く弁明されてないようなんですけども、正直めっちゃ危ないと思います。なんだろうな、僕は参政党とかに近い、なんていうのかな、もう平気で事実じゃないことを広める人だと、あのテレビでのやり取りを見てるとテレビ局にも問題があるのかなと思ってたんですけど、これは僕ね石丸伸二さんにめちゃくちゃ問題があると思います。だからこれをこうやって石丸伸二さんの悪口言うとね、まあ、立場のお前選挙で全然調子出てないからそうやって足引っ張ってるんだろうって言ったら、それは僕は否定しません。僕はむしろあの石丸伸二さんに対してやきもちとか嫉妬があるかないかって言ったらあります。でもあるからこそ彼のことは今週の日曜日まで僕は彼の動画については見たことがなかった、見たことなかったですよ今週の日曜日まで。ところが日曜日に彼の、まあ、2位になったそのインタビューを初めて見て解説しなきゃいけなかったから見たところ、え何この人と、阿久根の市長だった竹原慎一さんをすごい思い出した。ちなみに鹿児島県の阿久根市長の竹原慎一さんもそんな感じです。あの阿久根市がその後どうなったかを見ればそのことは分かると思うんですが、ちょっとこいつ大丈夫かと思って、でそういや石丸幸人弁護士、医者のね石丸幸人弁護士が裁判の解説してたなと思ってもう一回見直したんですけど、相当やべえやつです。なんていうのか、僕は本当に、ね、見えないものが見えたり聞こえないものが聞こえるやつはめっちゃやばいと思うんです。その要は山根議員のね市議会議員の誹謗中傷してるのにその証拠が全くないわけですよ。そこがね、証拠があるのと自分の記憶だけで言う人ってめちゃくちゃ怖くて、特に誹謗中傷をするとき、まあ僕今まさにこれ石丸伸二さんに対しての誹謗中傷してるんですよ。でもちゃんとした根拠があるからできるんですね。でも彼の場合は根拠もなくやっちゃったから裁判されても裁判所に到底認められないっていう判決書を書かれてるっていうことなので、僕
はね、めっちゃ危ないと思います。今後 石丸伸二さんに関してはいわゆる化けの皮、メッキが剥がれるとか化けの皮が剥がれてくるんじゃないかなと、すごく強くそう思っています。まあ、この動画を作ると多分批判的なマイナス評価がめちゃくちゃ入ると思いますが、あえてそういう嫉妬とかを除いてですね、僕は本当にこれ参政党の神谷君であったりとか、まあ、特にポスターに関してはこいつ大津彩香と一緒やなという匂いをすごく感じたので、皆さんもねぜひこの石丸伸二という人物に関しては冷静にちょっと見ていただければね、特に判決の内容ですね、福永先生のポスター、これ妹さんのやってる会社に頼んだようなんですが、福永弁護士のポスターの裁判の判決の解説と山根議員に対する名誉毀損の判決については石丸由紀人弁護士が、まあ、医師である弁護士である2人の弁護士がですね詳しく解説してくれてますので、それ説明欄に貼っておきますから、それをよくご覧いただいた上で、石丸伸二という人物、石丸伸二さんめちゃくちゃやばいですね。僕から見たらもう翼の塔の黒川君の方あんま変わらないですよっていうぐらい僕は危険な人物だと思いますので、まあ、信じる人は信じてついていってください。僕はこの件についてはやはりどっかで正直に言わなきゃいけないと思ったんで、本日石丸伸二さんというのは非常に危険な人物であるというようなことで、皆さんにお伝えさせていただきました。こういう批判する動画にママをどう席させてどうすんねんやって話なんですが、まあでもね、何でも正直に言うし、僕はちゃんと根拠を持っているのでね、見えないものが見えたりとか聞こえないものが聞こえたりするタイプではもちろんないので、ということで終わります。 NHK をぶっ壊す、パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますぜ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何が受け継ぎ多分何が受け継ぎの方絶対一発自信よ、お立ちはもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をでっかー。